あ、やっぱり冷凍食品美味しいんやな。ほい、それじゃあ今回もやっていきたいと思います。ってことで出発。じゃあ今回は誰？誰なの？わからなかった。はい、とりあえずめぐちゃんで、はい、フィッコーちゃん、やる気ありやけんね。そして、はい、ミラさん、はい、この4人で行こう。ディミちゃんはまだちょっと調子が元に戻らないから。はい、それじゃあ旅人の街。さあ誰に話せばよろしいのかしら。あ、君ね。どうも。お笑い科学者サンズ。サンズ？ウォホン。何かね。ロボット工学の権威、サンズに言おうかね。宝石を知らないかな。目とか鼻とかの宝石なんだけど、目とか鼻とかの宝石って言われてもわからんよね。なるほど、それは君が悪いな。確かに。だが心当たりがあるぞ。よし、行こう。ついてきなさい。クリーンな工場に不気味な宝石を探しに行くぞ。クリーンな工場？何それ？なんかよくわからんけど。良い返事だ。向かうは雲の国。レッツゴー！雲の国？ふんふんふん。君さっきまで髪の毛あった？これなんかハゲてなかったっけ？なんか急にふさふさになったけど。何、どうした？びっくりなんやけど。クリーンな工場ね、クリーンな工場。とりあえずちょっとあの美食家さんのところに行こう。何あれ、アイス？なんか箱みたいなのに入ってるよね、あれ。これは、これがたったの3分で。焼きたてと言われても気づかない。孫をことなきハンバーグ。ハンバーグ？冷凍食品は美食の到達点なのか。なんか珍しくない？こういうの。冷凍食品とか出てくるん。おや、私は美食家村人。最高の料理に感動しています。この感動をぜひあなたにも。激レア冷凍食品。ボナペティ。冷凍食品って。もう全然、モンスターとか関係ない感じ。あ、これ、次でいけるかな？びっくりマークのとこ。いっかー。サンズ心強い。科学者やけんね。起きてやる気あるんじゃなかったの、フィッコーちゃん。起きてー。なに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 、どういう。いつもこれがね、意味がわからんのやけど。なんなの、何をしてて何が面白いの。笑いのツボがわからない。旅は道連れ、世は情けよ。お、来た来た来た、ロボギンちゃん。避けて。ああ、しかも結構なダメージ。半分近く持っていかれた。カレーキン、どうしてケチるのかな。あれ、ロボギンちゃんって、あ、口か。なるほどね、目一緒やんって思ったけど、あれは口を奪ってるのか。なるほどね。おはよう世界。どうもー、キュアコード。あ、ありがとう。新しい技、集団撃。お、集団撃から来た。やっと召し上がれ。自分もなんやね。あ、集団撃からって自分もなんや。え、それはちょっと怒らないであげてね、本人もだから。イエーイ、勝利ー、勝った。お、ボーナス経験値は、はい、フィッコーちゃんに。イエーイ、レベルアップー。結構多かったね、ボーナス経験値。ご飯が楽しみ。え、怪物の気配、マジで出てこんやん。もうやめてよ、そういうの。はい、上に行きます。お礼は弾むよ。え、俺、宝石以外にもなんかくれるの？はい。
ゲーム券3枚ゲットやったね。え、これもうモンスターの気配とか言おったけど全然出てこんねやない。え、全然邪魔じゃないよサンズ。なんならね戦ってくれよったし普通に。待って出てきたわ、くっそこのまま出てこずに終わるんじゃないかなって思ったけど、モンスターの気配は確かにあったのね。さっき激辛料理を食べたけん今回はちゃんと美味しい料理で回復を。おいいぞ、どうだ、やったねメグ。私なんか褒めたのはいいけど舞い上がったことにすごいびっくりされるよねあれいいぞいいぞ、なんかあの時さメグちゃんなんか手伝うねって言った方はさ全然手伝ってないように見えるんやけど、何今の回復？マジで癒しの雨？やめてよー。なんか雑巾絞ったみたいな感じやったけど。いけ、から焼き。お、ありがとう、ひっこうちゃん。さあ、そろそろ着くんじゃないかな。お、めぐちゃん、レベルアップ。そしてボーナス、なんかここボーナス経験値太いよね結構。はい、ミラさんに。あー、レベル上がらなかった、微妙に上がらんかった。多分あと1回で上がると思うんやけどね。お、リミちゃん復活、おかえり。お、好きレベルアップ。これでリミちゃんも出発できるね今度から。ちょっと気になる、二人はアドバイスを覚えた。相手が狙われた時に声をかける。うまくいくと攻撃をかわせる。はい、もちろん続けます。それじゃあ、料理。久々にちょっと多め。レンジで3分、出来たての美味しさ。科学技術の粋をご堪能あれ。はい。美味しい。あ、やっぱり冷凍食品美味しいんやな。いいね、いいね。はい、そしてゲームコーナーでルーレット。ハートのマイクをください。さっちゃんやね。そしてこれは多分確実にゲットできるんじゃないかと思うよ。多分確実に、どっちかわからんけど。いける、あ、もう確実にいけるわ。うん、これはね。イエーイ、ハートのマイクゲット。景品、ハートのマイクをゲット。さあ、これはもちろんさっちゃんにね。やっぱりあれやわ、エンジェルピーチみたいな。はい、もう一回遊びません。はい、それじゃあ、お小遣いはめちゃくちゃ少ないけん、これはちょっと無理かな。無理っぽい気がするな。1743しかないもんね。あ、ほら、一番安いミラさんのでも2000はいるけん、無理や。はい、じゃあ出発しましょう。ってことで、今回は、あ、くるみん行く。はい、行こう。そして、プーさん、お、復活してすぐにね、やる気あり、行こう。さあ、ここも目的地やろ、多分。クリーンな工場、来た来た。どこに行けばいいんかな。とりあえずまっすぐ、まっすぐ進んでいこっか。クリーンな工場、確かに綺麗そうな感じはする。本当にクリーンなんかな。実はちょっとなんか汚かったりとかしない？てか普通に考えて工場ってクリーンじゃないといかん気がするけどね。なんか余計なものとか混ざり込んだりするかもしれない。古びたロボット、メタルのサソリ。いや、気をつけて。いいな、なんかあのリミちゃんとさプーさん並んでおったらなんかすごい綺麗じゃない、服装。服の感じめっちゃ好きなんやけど、あの二人の。いいね、いいね。
合ってエクスプロージョン。おっと、諦めないでいいね、友情。そしてそれに触発されてみんなも、うん、いいね。あれはなんか褒められてへーみたいな感じになったら、なんか褒めた本人っていうわけじゃなくって両脇の二人がびっくりするんかそういうことか、なるほどね。おー、ありがとう、リミちゃん。てかめちゃくちゃ弱かったのにあんだけしか体力残ってなかったんやで、やばかったね今の6とかやったやん。お、ボーナス経験値。さあ、じゃあこれを、クルミン多分あと1回で普通にレベル上がると思うけん、リミちゃんにあげとこ。ロボドリンク、いいね。中身どんな感じなんやろ。油とかじゃないよねロボやけんって。リザードマンは普通、なんか全然メカメカしい感じではないの。お、油断しないでくるみーんあー、初めての好きコード敵討ち2。お、2人でいいね、強い強い。でもレミちゃん、君もピンチだよ君も、あー、二人が、うわ、待って、やばすぎる、やばすぎるから。おー、肩気打ち。頑張ってる。ちょっと待って。はい、とりあえず、アユナちゃんと回復する。命、プーさん。ノリノリで行く？いや、このままでいいや、行こう。はい。気長に行こう。厳しい、マジで。もう二人で協力し合っていこう。おし、あと一匹。準備運動とかしてる場合じゃないよ、早く早く。お、お互いに協力し合う。行け。ふう、オッケー。いやー、ちょっと、みんなお亡くなりになるかと思ったわ。つら。勝ったよ、めちゃくちゃギリギリで。レベルアップ。そしてこのボーナス経験値は、じゃ次多分リミちゃん普通にレベル上がるけん、プーさんに渡しておきます。笑わせるのって難しい。なんで笑わせようとしてんの。お笑い芸人じゃないよねじーん、なんかついてる。うん、ついてる。肩に一つついてるよ、ありがとう。そのヒゲが糸くずみたいやけどねいい人見つかった。ずっと探しよったんやね、一緒に行ってくれる人。え、でもさ、こっちから言ってって、あ、それそこあっちにあったはずよってなったよね。探してたわけじゃなくない、依頼人お、2組の好きレベルがアップ。大好き。2人は怒りの復活を覚えた。自分が倒れていて相手も倒れた時に再び立ち上がる。二人ともが倒れた時か。なるほど。え、初めてじゃない？怒りの復活って。違う？ちょっと気になる。二人はアドバイスを覚えた。相手が狙われた時に声をかける。うまくいくと攻撃をかわせる。さあ、それじゃあ料理を。お任せで。ロボドリンクはどうですか？エナジードリンクみたいやけど。あ、ダメなのか。ダメなのか。なるほどね。ほい、それじゃあ。ゲームコーナーでルーレット。お金だいぶ貯まったね。はい、ハートの翼をください。ミラさんよね、これ、ハートの翼。お願いします。止まれ。あー、ダメだ。そこで止まっちゃダメだ。そこでは止ま、あー、あとちょっとだったのに。旅行券、ペア旅行券 B クラス。じゃあこれは、はい、くるみんとあゆな、よし、レッツゴー、行こう。さあ、楽しんできてね、しっかりと。いいね、
人は旅行を楽しんだ。ちょっと疲れたね。でもよかった、楽しめたんならよかったよ。はい、それじゃあお小遣い。なんか MP 飴欲しい人が増えてきたな。ちょ、武器武器。いや、闇のだが買えなかった。浴衣のコーデ、ヒーローのエプロン、ヒーローのドレス。じゃ、とりあえず買えるのは浴衣のコーデ。よし、さっちゃん行こう。うん、ちゃんと買ってきたね。よかったよかった。じゃ、季節的には寒いけど、めっちゃいい感じじゃない？よし、行こう。浴衣、浴衣。なんか最近のさ、気軽に着れる浴衣みたいな感じ。普通にスポッというか、さって着れるやつみたいな。よし、ということで、あ、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。この辺は結構なんかね、ボーナス経験値も多いし、もらえるお金も多いけん、いいね。